Hey! ファンタジースターノブル体験版やっていきましょう。はい、序盤体験版やろ。次これですね。ダーカーだからじゃなくて、敵が全然ちゃうな。確かにダーカー、キュクロンダー、これやったらめっちゃゲットできるんちゃう。たぶん G だが、ちょっと武器強なったか、どれぐらい強なったか知らんけど、お前だけ武器必要なってもだよ。俺だけ強なったよ。俺武器攻撃の倍だったからな。強なりすぎやろ、倍って。あれは700になったやろ。楽しみで仕方ないね。うん、やばいね。やば、俺 HP200、414。マジで？えぐ。俺400が。もう一手が？僕の場合は。もう、みんな一等、待っとうで。はい、どうも。了解です。よろしく。これ、ロード早いからいいな、しかも。早い。またんねえもん、ほとんど。早い。ロードが早すぎる。なんせ、早い。なんせ早いんやな。早い。さあ。ソーマル、ローと一緒で、早い。うん。はははソーマル、ローじゃないけどな。ソーマル、ロー、ウーケ。あ、そうか。よし、行こうかい。よし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 。ラーガー討伐任務。ほっと行こうかい、アホは。ぼちぼち行こうかい。お、なんか火災もおるやん。おい、ガッツリあるぞ。あ、バリツラあった、フォーギルム。強なすぎやろ。うそ。お前、一発450のクラッシャーです。450? うん、500とか連発や。半端ないやん。めっちゃ強なった、ほんまに。やばい。一人強いやつおったら、そこで倒せるからええやん。いや、これやっぱな、一人一人多分あれやぞ。ちゃうぞ、アイテム。出へんぞ。俺も取られたもん、普通に。ぞ光るとかに。あ、ラッピーや。おー、ラッピーじゃん。ラッピー倒せ。マジ光すな。赤い。あ、めっちゃ下、やった。いや、残そうっすよ。残っとる、普通に。残ったやん。関係ないで。あ、ほら、取ったんか、俺、さっき。やろうな。うわ、ゴツロキだ、タランジュラ。これ、強っ。お前、強すぎや。あれ、ホトワーズやね。このホトワーズめっちゃ強い、ね、この2発、撃ち。ほっほっ、まだ強いな俺で、600強すぎるや。おかしない、一発ダメージ600で。アイテム回収とかな。まだ強いな俺で。おっしゃ、アイテムまだ。俺も勝負一人だけで始まようかな。もうやめろよマジで。バリ強いからな。一撃な敵ほとんど一撃倒せるわ。強すぎる、めっちゃ強い。いや、このツインマシンが強すぎる。強いほんまに。え、ダーカーコアほんま欲しいんやけど。ほら見てんこれ。俺レベルアップした。あ、ダーカーの触覚かよ。コアがいらんやん。お前レベルアップしてほんまや。若い証拠だな。おめでとう。負けられへんな。ダーカーコアどうぞ。いいね。おめでとうレベルアップしてん。ようやく。なんだこの青い光ったやつ。なんだ、いや音楽なくなってん。ほんまや。嵐のお前の静けさやつじゃん、これ。やろうな。くるんちゃん。ボスちゃん。あ、敵や、普通に。もっとごっつの来いや。え、前さんって7時だ、振らせんの。え？ほんとはどれが食らん、前さんって。いや、多分、カルチだよな、そんな強ない思いで。あ、そうなの。これ、基本的にでかい文字は俺が与えたダメージだな。俺、80だから、普通の攻撃。あ、そんなもんだよな。カルチだが一番強い、今のところ。使いやすいな、パルチダン。もう範囲広いもんな、パルチダンで。あ、赤出たやん。赤やボスや。うそ、ボスちゃんこれ。どこ行ったあ、ノックオフ。うわディメニアン、ブレディカーダー。あ、ついやこいつめっちゃ強い。うそ、やばバリ強いこいつ。うらーどないや、俺ら必殺は。倒したー、倒したー、うまかった、余裕やな。ダガゴをゲットした。やったー、来た。ん、もうクリアやろ、これ多分。いや、これまだやったわ。よかったやん、もう。報酬60。まだな。いや、まだや、これ。ただのこれ、ミッションやったら、ただの。そうな。まだお前、次のエリアあるやん。中ボス的な。飲んどこ。楽しいな。よっしゃー。セイタルは爽快感がすごいな、これ。爽快、言うて。あ、まだおった、赤い。エリア2やん。おぉ。なんやこれ。なんやこのチビは。だんだんちょっと敵が増えてくるわな、数が。森エリアみたいなもんやな。懐かしいわ、めっちゃこれ。やばい、お前光るの、お前。ごっついやんけ、その攻撃力。やばいやろ。一発で倒しまえやん。まだちゃう。ごっついな。いや、俺らの武器界ではもっと強いからな。俺ら、金星がもっとほんまは強いからな。そうやで。
一撃が一番強いはず。俺はだってパワータイプやもんな絶対。俺武器変えてもだから攻撃倍ぐらいやったわ。シュラが強いなんだもんね、攻撃力だけ。明治どんな感じなん。はい、もう楽しく集中してもの。はい、おおなんかあできた、ディミニア。あっ、オッケー、うらー倒した、オッケーオッケー。俺の必殺技。あ、ボス来た、ボス来た。なんだこいつら、うわやばい、めっちゃおる。どこに治る、いっぱい。おらー、ここ敵おるやん、めっちゃ。あ、めっちゃおる、あ、めっちゃおる、めっちゃおる。コンボスおるわ、ほんま。雷はゾンデで雷属性の攻撃だから多分弱いやつ多いの雷。そうやな、だからそれに やるべきやん、そういうやつに対して。いけ、オーケー、いいね。ダメージもうすぐ2倍いくやん。あ、これジャストタクシャーはしかもコットン回復するやんな。おめでとうございます。雰囲気なかなかやるやんけ。アイテム取ったら教えてな。アイテムまだ俺取っとうから。俺が多分な、変えるか決めれんねん。あ、そうなの。俺が変えるっていうボタン押したら、もう変えれるねん。なら、アイテム取っとこ。全員取ったん、これも。俺もほぼ取ったで。俺も取ったわ。オッケー。じゃあ戻るわ。オッケー。さあ。なかなかやるやんけ。これおもろいな。これ多分武器作れるじゃん。なかなかやるやんけ、誰の声なん。わからん。俺ちゃうで。でも俺絶対ちゃうで。関西弁？俺かよ。そうなんじゃん。だって男で関西弁で人間やからな。あのクソみたいな。もう俺あいつしか顔見大股かなくて。おお、いいねー、エース連発やな。おお、めっちゃ経験値うまいやん。やばいな、経験値うまかっちゃうやな。俺うまかっちゃう、うまかっちゃう、まかっちゃう、まかっちゃう。作れるやんこれ多分。ブリッジ行かなかった、もう一回覚えてた。いや俺みんな連れてきょうだけ。あ、なるほどな、うん、賢いな。俺に言おうか、俺に何か言おうか。これでクラスカウンター建設で、これで多分クラスカウンターできるから。よっしゃ、職業変えれるようになる多分な。俺に言おうか。じゃあ次何受けるん。次受けれるやん、そしなんかどんどん増えていきようで。俺武器ショップとアイテムショップまだ行っとかな。うん、今行ってもいい。武器ショップ多分クリアできるわこれで。楽勝やねん、あんなの。俺もレベル上げしたいし。オッケー、それがグラン安定供給のために。オッケー、武器ショップも俺追加した。俺報告したで。オッケー、じゃあ A で戻って。持ち場につけ。これクラスなんか4つあるって書いてたんやけど、俺説明書見たときに、説明書みたいな。おレベルアップ時に習得したスキルは、うん、お、能力カスタマイズできるんやな、これ。オッケー。おー、楽しそうじゃないか。楽しい。クラス感どこやろ。ミッションけどっか全員から。いや、あとアイテムショップだけはあれやな、クエストクリアしたら出えへんみたいな。あ、レンジャーの訓練とかある。それクリアしたら俺もういけるわ。レンジャーにクラスチェンジする必要あるって書いてないけど、エイム一回のみで悪策や。アイテムを作る、レンジャーの約束受けとくかとりあえず。あ、一個しか受けれへんやろ。カスタマイズできると。お約束受け取ったんやか。受け取ったやで、一応目のやつセイル。よっしゃ、セイル。イズナの訓練ね。ええ、しっかりな。はいよ、しっかりな。あ、クラスカウンターあるやん、ここ。なにこれ。お、グラーツ消毒できるやん。懐かしいな、フォトマーツみたいなもんやろ。クラスを変更、レンジャーレベル。あ、これ武器作っとこう。あれあれやわ、職業でレベルちゃうタイプやわ。これレンジャーにはレンジャーのレベルがあってみたいな。俺は武器作ろうかな。グリーンブレス作れるからもう作っとくわ。グランアーツ中毒できるやん。見てソードのグランアーツ見てよ、前さん。え、この数見て。え、何なんそれ。ソードだけでこんだけあるで、グランアーツめっちゃあるやん。威力1400だからで強っやばすぎやろ。なんで俺ソード一種類しかないで。いや、それは覚えれんねん、ここで。全部覚えれるわ、一応。スイマシンガンもあるやん。うわ、これめっちゃ強そうやんけ。うわ、強そう。やばいな、これ。どれが強いの？俺パープしたわ。これどれが強いか、もう正味分からへんな、こんだけやったらいっぱい。300上がったら一気に強くなった、俺。俺、パルスダン買うわ。
どこにそんなんあるん。あー、おった。うわ、これエグいな。めっちゃあるやん、いっぱい。クラス変更できるの、これ自由に。変更できるで、自由に。今から。ジャストガードもこれあれやな。ジャストガードむずいから。攻撃受ける直前タイミングガード。あと、名人テクニックあるから、魔法もこれで増えるで。はい。全部。スキルボード。なるほどな。スキルボードってなんなん。ジャストアタックとかそっち系をつけていけるらしいけど。ジャストガード俺あった近距離で射撃攻撃するとダメージ上昇する。静止状態で攻撃するとダメージが上昇する。なるほどな。ジャストガードだけつけとこう俺。グラーズ絶対所属した方がいいから。俺パルチザンがいいわ。ほう、グラーズか。もうとりあえず俺はもうツインマシンガンを威力 1200? 使っていきたいから。やばいな、これ。技量補正。威力1200なのに、もうどうかな。あ、レベル上げれるんや、これ。なるほど。どれがこれ強いんやろな。パッと見分からんもんな、強いかどうか。技のレベル上げれるやんすよ、これ。そうやで。これだから、どれが強いか、いろいろやっていって、見つけるしかないな。アルバボール。これ攻撃力ごついやん。あ、これが虫の呪文のやつね。全部上げて。これとかめっちゃ、威力的に弱いのにめっちゃ強いかな。サテライト。いや、もう全部所得した。所得した。一応レベル2まで上げたけど。あるわ、全部。ダブルセーバーもあるもんな。だからこれどうしようかな。どれかわからんもんな、正面が。パッと見は。エリアルシューティング。うわ、これごっついやん。クリーンブラシ。なんじゃおいや、それ作った方がいい。俺も作ったもん。最初に。それだし、肉薄するほど。これはクリーンブラシって押して。距離で。10度に入れるとして、レンド攻撃を放つ。これ強そうやな、めっちゃ。わからん。威力。これで作れたかな。あ、作れたな。エルダーリベリオン。多分これ別にいらんよな、正直。スタイリッシュロール。あ、作れてないな。作らなあかんな。これ一気に強なるかな。回転蹴りか。攻撃力805。めっちゃ上がるで、これ。やばい。作ったら。ほら。これ結構使えそうやな、回転蹴り。300上がるもん。やば。もうとりあえずこれでいくか、今のところ。作った。しゃあ。あと、防具すれば作れるんかな、もう俺。防具絶対いるよな、これ。きたー、防具作れるじゃないか。これで。打撃か、攻撃への防御。これで武器変えらんて。近距離戦向け、中距離戦向け。あー、なるほど。今やってソード装備してる。なるほど。これに変えたかったら、これにして用したら、変わると。まあもう射撃でいいんちゃうじゃん、普通に。このプラスやば、めっちゃヘボそうやけど、やばい。いや、これ強いで。で、これクラス変えらんやけど。ステップアタックこれでよ。お、なんかいい。じゃあ、そうだ。ダークアコアによってこれ、しかもフレームとかってあるんやな。いろいろなんかその決まったやんな。コンボスキル。2つ持ってん。ステップ中の攻撃アクション可能になる。もう絶対つけた方がいいわ。モノメト買おう。で、もういるやつ全部つっとこう。ややこ。俺じゃあ、スキルがいろいろあるんやけど。全部一応。これおもろいな。パルチザンっていうのをさっき買った。アイテム金じゃなくてグランピースで作っていくってあたりがおもろいな。この発想がよ。で、これが、さっきあの、必殺技みたいな点。ああ。スカット点。うん。パルチザンの必殺技はこんだけあるんやて。ごっついな。で、ソードとかもこんだけあるんやて。でもソード今武器が弱いから、パルチザンの方が絶対いいから。で、さて行くか。いやー、おもろいわ、これ。めっちゃおもろい。で、ここを、俺が今セットされた必殺技なんやて。うん。これ800と威力300のやつなんやけど。で、これを変えようと思ったら、これ変えれるから。え、一回、いろんなんだから試してみれば分からへんの、これは。どれがいいか。下押したんやろ。これは普通に、最初、ここから始まって、じゃスタート押して、ああ。で、ここでいじれる。アイテム。アイテム。アイテムだ、
アイテム出るだけなんだ。だからフォトワークだとグラーツかどれが強いか確かめとかなあかんわな、うん、装備で、うん、あと自分が使いやすいグラーツ使った装備っていうのがあって、あそれを押したらこんなの出るんやって、自分が今つけた武器が。あ、俺今2種類しか持ってないよ。2種類しか持ってない武器は、うんうん、でこのブリグリーンブラシが今一番強いから、うん、これのガードと通常攻撃があって、うん、でスピードレーンとライジングフラグっていうのが今つけ通した状態、うん、オッケー。でこれを変えれることができるから、これこういう風に自分の好きなやつに変えれんねん。ほう、ああそうか、うん、だこんだけ今あるん必殺技が。でこのこのブラシに、ブラシにその後使える必殺技があるん、こんだけ。そうだ、でも絶対あの威力一番強いのがええな。いや威力が一番強かった、攻撃の回数とかが決まったわけよ。そうだから一発やったら1200やけど、だから5発やれたりとか範囲とかもあるわ、敵の攻撃範囲。うわそうなん、それがだからどれがええかっていうのは、まあ、いまいち俺らも分かってんから。そうそうそう、まあ多分どれか強いやつがあんねん基本的には。いつもファンタジーサシリーズは基本的に 2,3 個ぐらいあるわけよ、基本強いやつが。だからそれをまず見つけて使いやすいやつを、それをちょっと強化していくと熱いやろ多分。そういうことやな。だから1対1の時はこれがええみたいなのあるわけよ。ええー、細かいな。敵の数が多かったらこのこから結構細かい、ね、このフォトワーツを使っていこうみたいな。俺多分通信してくだされた、もうちょっと分からんね、抜きでもだし、なんかどれでも敵に使ってみて、使ってみて強いやつをもう優先していくべきやな。もう使ってみて分からんね、マイスさんがおるから、マイスさんが教えてくれるんじゃん強いやつ。だから俺結構試していくから。でこの威力とか全然ちゃうもんな。全然違う。ただ使いやすいやつとかあるんやん。しかも消費このこのもあれもちゃうやん。だから連続で出せるか出せんかもあるわけよ。そうそう、この GP っていうのは150使ったら下のあれかこれ。そうそうそう、50って言ったらもう半分使うからな、2回しか打たれへんわけ。あ、そういうこと。そう、25やったら4回打てるやん。だから総合的にダメージどっちが多いかとか分からへんわけよまだ。あと範囲もあるから、敵の空飛んどう敵に有効な技とか。あ、それはもうやりながらで分からへん。やりながらで分からへん。マジか。パッと見せ説明では正味何とも言えへんな。感覚的にはもう、とりあえずこれでいこうか。明治はとりあえずいろんな属性をもうある程度持ってたら、OK、これあれやもう一回加われ、どうしてん。え、いや俺なんか通信切断されてないけど、まあ一旦終わってマルチペンとかもう一回行っていけるんちゃう。まあそうするか。じゃあうん、まあとりあえずじゃあ今回は、まあ今のところねよくわからないこと多いんであれなんですけど、まあまあ結構慣れてきたんで、はあ、まあ、だいぶな、まあこの年で、ファンタジーの世界を楽しもうかと思ってます。はい、というわけでとりあえず今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。